ちょっとだけ喋っていい？はい、どうぞどうぞ。相撲が盛り上がって。はい、終わり。はい。今日勝ったの？勝った。バッカ負けた。バッカ本当は負けた。でも、なんだっけ、霧島と琴ノ若だ。見た見た。懸賞金がこう、50、あれ、一つ7万円で、一試合で350万俺の年収そこ喋りだ1回の試合で300We'll be right back.
突然やってる。受けねえんだけど。あ、俺。すいません。今日は。今日はなんかあんま面白くない。いや、時間ねえから面白い話がいっぱいあるんだけど、うん、お父さんでどっち勝ったんだじゃん。どっち勝ったって、なんだっけ、霧島、霧島が勝った。負けた、負けた。ええ、霧島負けた。あ、そうだっけ。全然見てる。あ、そう。あの、一生気にしか結構いろいろ喋ってるようで、広く浅く。音楽もわかるよね。あんまり突き詰めない。素敵です。まあ半分適当な男だって言われてるんです。アルフィ突然やります。はい。We'll be right back.
二人どっち勝ったかって覚えてるのはあの横綱照ノ富士勝ったの今日。先週じゃなかったね。試合しないで。そういうがな俺毎回苦戦症で15試合勝てれば。そんな話なかなかねえよね。あ、そうなかなかねえ。俺もその方がいいと思うけど。あ、そう。そういう美味しい人生を歩こうかと思ったんだけど、なかなかラブして金もらうわけにはいかねえわね。じゃあラストの曲です。はいはい、日曜日よりの使者。このまま。Bye.
早く終わる。大丈夫なの？10分早く終われっていう指示がかかってた。俺ここにアルコール置いてあったんだ。あ、これじゃ。あ、別に。ごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます。菊池さんだけが頼りです。やってねえよ。嘘。嘘。誰でも大変でした。いや、今でも。はい、はい。俺は待ってっから。